ラリホンです。こんばんは。てなわけなんで酒飲みます。酒飲んでいただきます。うまっ。皆さん、ラリホンのスタンプ、ラインスタンプあるんですけどね、あの、飲もうぜっていうスタンプあるんで、ぜひね、あの、酒飲む人は使ってください。あ、エスケさんどうも。エスケさん久しぶり。ガノノコリチャンネルに就職したいです。何やったっけ、サムライブラザーズやったっけ。俺はあれに就職したよ。ちょ、エスケさんよかったら入ってきてくださいよ、専用部屋。動画のネタにしたいっす。あの、エスケさんのこと知らん人がおったらな、なんだこいつ入れてやらんとこってなるかもしれないけど、さすがにね、エスケさんは、大物なんだよ。みんな知ってるはず。心優しい人は譲ってあげて、譲りたくない人は譲らなくてもいい。エスケさんがあれあれ、スマブラハウスに撮った動画見たんですけど、あれ、面白かった。ジャパニーズ小池さんとかね。あ、実況者組が出るんだと思って。ワンチャン俺もあるよ。ちょっと待って、今のね、あのメテオでごまかしたかったけど、もう何もうまくいかず、慈悲やで。確かに今のは、俺の方に近づかんかったら、勝ってるもんね、セフィロスが。惜しい。あ、この空港いいね。これを皮切りに20連勝。まあ、20連勝ならいけるぞ、俺。頑張るわ。メンバーさんにね、慈悲してもらって、ね、慈悲をいただいて、負けなきゃいかんよな。これは連勝するための、きっかけやな。さあ。マジか。受け身しちゃう。さあ、マジンケンしたいんですよ。え、その決め方は初めてだよ。まさかの空中 NBB マジンケン。そんなタクがあるとは誰も思わず。ちょ、くそ、マジかよ。俺の烈気暴れを読んだ、まさか。そんなバカな。オッケー。ニャーファたったさんの願いもネタバレやめて。ネタバレすんな、ネタバレ。お願いします。これがニャオハの進化系か。ルイキも来ないの？あ、連絡しろか？来いよって。で、ルイキも、とエスケさん戦わせるか。え？気まずい今の。勝ったんすよ、ポケモン。俺勝ったけど、発売日に。まだ開いてない。発売日からこれずっと言ってる。まだ僕開いてません。勝ったんすけどね、バイオレット。スマブラしかできやん、そういう呪いなんかもしれん。これ。スマブラ実況者はね、できないですよね。あのスマプラとドラクエ10以外は。エスケさん、なんか定期的にね、あの左上にオンラインの時にあのドラゴンクエスト X やってる10やってるのを目にかかるんやけどな。エスケさんドラクエ10やってんだって、多分これ彼から1年以上前からやってるよね。実況見とった。マジで。エスケさんマジで。俺あれなんですよね、2年3年ぐらい前にドラクエ10、まあ名前の由来だから実況しようっつって、まあそれ見てたん。エスケさんマジか。ラリホンの二刀流バトルマスター。バトルマスター見てた。みんな、ちょっと、エスケさん、譲ってあげてくれんかな。今入った人は申し訳ないけど、俺の動画ネタなのさ。僕より偉いんで、エスケさん。逆らえないっす。年上なんで、エスケさん。怖いんですよ。派手髪やし。怖いんですよ、ちょっと。派手髪の人って怖いじゃないですか。俺、黒髪なんでね。やっぱちょっと派手髪には勝てないというか。あ、譲ってる人、俺、ありがとうございます。これなんですよね。おらー、アンパンマンパンチ。ん、アンパンチ。リーキボにも連絡しよう。お前ちょっと俺の動画ネタになれって。おい、専用部屋乱入してこい。リーキボファンが待ってるぞって連絡しとこう。やめてくれ。やめてー。まだ悪くない。余興欲を。俺にもあるんだよ、クリティカルヒットが。あれ、SK さんが全く入ってこない。おらんかもな、SK さんな。おらんかったらしゃあないわ。忙しいですから。やっぱ10万人もいると、毎日。あ、いたわ。いた、SK さん。暇だよ。やめて、SK さん。言ったらあかん。実況者忙しいって言っとかな。動画投稿しやんのは何でですかって言われるからさ。言ったらあかんって、真実を。実況者は忙しいって言わなあかんの。寝る時間もないの、実況者っていうのは。はっけ。はい。うわ、めっちゃ惜しいや今の。来た。皆さん拍手。エスケさんです。10万人投票。あのエスケさん来ました。何やかんや戦う久しぶりなんですよね。J とかのね、全員倒したら何円とかの企画以来、ああいう時アップとかで対戦したけど、あれ以来かな。やりましょうか。さあ行きましょう。エスケさん
うわ戦場か。ランダムですかね。引きが悪いな俺。おいおい、何ちゃんとガロしてくれ。 SK さん二段ジャンプ大好きですからね。上即死とか今流行らせてるの。おい、あれもしかしてマリオってガノンの空中でパクってね。今気づきました。そんな気がする。気のせいかな。そう、こんな感じで上即死になってくるの。これ戦場はエスクさん、ちょっと桜井さんと結託してない？バレバレっすよ。だって僕の隣住んでますからね、桜井さん。なんか思ってんすよ、ちょっと派手髪の怖い人が、なんか最近桜井さんと喋ってるの見て、あれあれエスクさんじゃないと思った。あ、やべ。あー、今のファイアーボールでちょっとキャンセル欲しかったわ。怖い怖い怖い。よ、いや持ったらよの。お、ああちょっと受けるタイミング前落ちたわ。失敬失敬。ゲイプリンかな空車で止めた。あれ、SKさんファンが多いな、コメント欄。俺の応援、あるわ。ないと思ってた。感動した。今、俺。あ、これか。噂の上即死。怖いな。あれ、なんのか。崖、橋あたりは怖いな、普通に。いいよ。これダウン連展開、ここ怖っ。くそ、あれこういう石で剥げて取りあんなわけ、みんな悲しいですけど。さあ怖いぞ。ガノンはね、おもちゃって言いますからね。僕の空港どこに行った。ちゃんとジャック打ってくるか今の。当たんない。面白い試合やな。おー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 いなんか見たぞこれ、昔類機も戦でおい激アツ試合やったのに一気に沼試合に変わってしまった。これが10万人かね。激アツ試合を沼試合に変えてしまうこの影響力。おい魔人剣狙う隙さえくれんかったわありがとうございました。二先で二先がよかった。僕の勝ちです。僕のこの配信ルールやと。とはいえ、後半の、巻き逆転怖かったわ。やべやべやべおーい、そんなバカな。命が惜しくない魔人剣使いが一番怖いんですよ。あまずい。52% はちょっと怖いな。回避。死なんか。オッケー。よーし、危ねえ。10連勝しました。結局10連勝したわ。SK さんありがとうございました。SK さんまたコラボでよろしくお願いします。てか、見せプレイ選手権楽しみにしてます。プレイ。うわって、か、あ、死って書いてる。怖いよー。口の中、デス、口の中デスになってるシズレ、怖すぎ。おいナイスすぎ。おい大丈夫か、シズウェイ。この人はしゃげみしてない。
なんかヒットボックスだからシズエちょっとぽっちゃりすぎやんこれ。ガノンの方が細くない？ウエスト。あかん。消されるわ。なこと言ったら。もう俺、厚盛り開けん。あ。ジャブミ。あれ？すべてがうまくいくぞ。この試合。あ、惜しい。今の、すっぽ抜けるんだ。あ、ミスった。ウエスマジそんなに欠陥品？とんでもない勢いで取れたな。怖っ。口ん中。ゆえきもさんとのコラボでラリホンさんがジョイコン使ってるのを聞いて、僕もジョイコンでカツヤを使っているのでなんだか嬉しい。あー、同じジョイコン使えない。いいですね。手に合うからね、ジョイコン使う人は。うん、俺はそういう理由やけど。普通にジョイコンでも、ね、十分俺はプレイで言うからな。やめろ。やめろ！やめろ！やめてくれ！ぐー！無理だ。これ8000円するんすけど？僕のジョイコン。ねえ、2個セット8000円なんすけど。すごい頑張ってデバカしたけど。壊すつもり？俺の8000円。マジ？手のひらに負けましたね。ガノンの剣が。まあみんなコントローラーでそんな実力変わらんからさ。まあ、さすがにジョイコン片手は、ボタン少ないからちょっと不利やと思うけど。まあ、基本的に、ね、どのコントローラーも変わらんねん。ちょっと俺の、11連勝が、俺の11連勝がこんな。あれもまあまあ、そっか。だって手のひらが、剣よりも強いんだから、仕方ないな。さあ、俺、ルイケモにね、専用部屋来いよ、つってんけど。ははは、来た変身。まだ家じゃねえまだ家に帰ってないみたい。ルイキモくん。残念！ルイキモファンの人。君のために俺ルイキモに DM したけど。まだ、外出中らしいよ。それはしゃないですね。君が迎えに行くしかないよ。まあ、この時間ならあれかな？ジムとか行ったんかな？ジム帰りかな？あー、くそ。あー！魔人剣！それは死の構えやったか。おい、ウエスマをよくていく。ガノンのスタイルで？そんなゲート可能なんか？ほらーこれですよね。しかもちゃんと受け身取ってる。さっき決めなかったプレイをちゃんと決めていく。ライオンさんより全然若い16歳のスマブラ弱い人です。全然若いとか言うな。俺21歳やから言うて5歳差やぞ。あれ、ま、5歳差もあったら俺もうおじさんなんかな。16歳から見たら俺自分のことまだ若いって勘違いしてる痛い人なんかもしれない。確かにまだ去年は20歳とかね。そのもう一個前はさ、まあ、19歳未成年っていうのもあるからさ、まだちょっと若いってチヤホヤ若干ねえ実況者とかにも若いなって言われたけど、もう俺自分若いって勘違いする痛い人なんかもしれない。21は確かに 20と21は違うもんね。耐えろ21歳やからドロップ。これが若さよ。もうちょっとやっぱ年とか耐えれへんな。山さんスティーブ嫌いですか？いや別に別に嫌いじゃないスティーブ。確かにちょっとね、小松やと思わんくて普通に倒しちゃった。ごめん、小松を粗末にして。おちょっと今面白くね。いや、スティーブは別に嫌いじゃない。コンボを見とって面白いから。まあ、やられるのはちょっと辛いけど、まあ、そんな辛い敵相手に頑張ろうって思えるタイプなんで。どちらかというともうちょっと動き早いキャラの方が苦手やな。ジョーカーとか。スティーブ若干デブじゃん、横に。技当てやすいんけど、ちょっとジョーカーとかなんか爪楊枝みたいな体型のキャラ、マジで技当てやもんで。そういや、さっきのSKさんの試合さ、タイトルどうしようかな。あれをもし動画にするなら、SKさんの即死がやばすぎないですか。よくね、タイトル詐欺じゃないもんな。SKさんの即死がやばすぎた。これは間違ってない。配信してたらガンゼルマリオ使いが乱入してたけん。ちょっとあり。なんか難しいよ、マジで。なんか俺が言ったように、なんかもう、適当なタイトルの方が伸びたりするし、そういうなんかちゃんとしっかりしたタイトルの方が伸びるときもあるし、逆もあるやん。しっかり考えたタイトルが伸びやんパターンもあるし、難しいよな。見とけお前ら。俺は魔人剣だけの男じゃない。そう、無風です、僕も。おっ、ダー、うわっ、オッケー。楽しくなってきたってばよ。いいよ。雷神剣連打は甘いでしょ。ちゃんと考えてやろうぜ。俺は IQ 高いから。IQ 高い無風なんで。ほっほー！
ガン攻めするぜ。おい、これが無風ラリホンカズや。ここで魔人剣稼ぐありえん。あれ今ちょっと間違えました。あれこれはひどい。今のひどすぎるやろ。やっぱゴリ押しなんですよカズヤ。パワーイズゴッドなんで、マジで入っていい。ライちゃん誰や。ライちゃん今どこ、どっから来たラリホンの。ライちゃんルイドラマリオファンって。うまっ。誰誰のファン。と一緒に魔人剣はバカ。もう最悪やろ。おい桜井さん、もうカズヤとかスティーブとかベイメンとかもうどうでもいいから、そのメタルアートの喜びを修正してくれ。頼むから。さあかっこいいステップがしたい。かっけこのステップかっこいいな。え、うまっ。クソミスった。大事なとこを見せていくと。えっ、山本さん登録者数多いのにどうせスクエアのなんでなんですか。おい、スパチャしてまで俺のメンタルを削るな。